こんにちは。明日から主人の出張に2週間ヴァレンチーノとついていくことになりました。で、行き先は前回と同様ベジエという町の周辺になります。で、前回と同様同じ関係の仕事をしている友達の家族と行くので賑やかになりそうです。ヴァレンチーノと同じくらいの子供もいるので一緒に仲良く遊んでくれるといいです。トゥールーズから車で2時間ぐらいなのでヴァレンチーノのお昼寝の時間に合わせて出発する予定です。多分車の中で寝てくれると思います。で、今からヴァレンチーノの洋服等をパッキングしていきたいのでそのビデオを撮っていきます。よかったら見てください。で、まずは洋服から。ボディが6枚、ズボンが6枚、トップが6枚で、シーツが2セットと、おむつ替えのシーツと、あと前掛けと、体や顔を拭く、タオルと、で、パジャマが3個で、スリーパーはこれともう1つ持っていきます。で、これは食器で、綿棒、絆創膏、ストローと、熱冷ましの薬と、歯ブラシと、ビタミン剤と、水のボトルと、あとタオルも2個持っていきます。ヴァレンチーノ、スーツケースの上座ってる。うん。明日セレナに会うよ。ウィーくん。パピーとマミーといい子にしててな。うん。バイバイ。昨日靴下を入れ忘れたので靴下を追加しました。その他もう一つのスリッパーも入れました。ヴァレンチーノのおもちゃはリングカード、お風呂のおもちゃ、絵本、その他今ぬいぐるみたちと朝寝中なのでぬいぐるみを持っていきます。ヴァレンチーノの食器や前掛けは食材と一緒に持って帰ります。で、じゃがいもとか玉ねぎとか余ってたので持っていきます。その他お米やカレールー、ごま油やお茶、醤油やハーブ、五目ちらしの素も持ってきます。で、私たちの荷物はこんな感じで、ここが私の洋服と下着で、化粧ポーチ、化粧水などが入ってるポーチで、ヴァレンチーノのおむつ、ルドのパソコンで、ルドの洋服、これはシャンプーとかが入ってて、これはスリッパが入ってます。で、これはランニングシューズで、これはケーブルとかコテとかいろいろ入ってます。で、ルドの T シャツと靴下と下着が入っています。多分ほとんど家にいるのでルームウェアを中心に持って行っています。これがマザーズバッグの中身です。で、これがおむつやお尻拭きが入っているバッグで、で、これが一応着替えと、あとふかし菓子を2種類と、あとアップルソースを1つ、食べてれば機嫌がいいのでお菓子いっぱい持ってきます。で、これが私たちのお菓子で、で、多分夜までには着くと思うのですが、渋滞にはまった時のために夕食も一応用意しております。で、この他にお水やぬいぐるみも持ってきます。
最後までビデオ見てくれてありがとうございます。で、出張中もブログ等撮りたいと思うので、よかったら見てみてください。それではまた次のビデオで、バイバーイ。